神奈川県道409号線の県道番号、表示県道409号の機械通区間2021年新規共用区間。右の高架は県王道。交通開放された相模大関管理橋。海老名市側は当自転車道に接続しており、自転車、歩行者は右岸側へ渡ることができる。神奈川県道409号相模川自転車道線は、 神奈川県厚木市関口から平塚市仙国菓市に至る一般県道として認定された自転車道である大規模自転車道の一路線通称相模川自転車道一般に相模グリーンライン自転車道とも呼ばれる相模立間道が相模川左岸の堤防と並行する区間を先行整備区間と位置づけ事業を実施中である2016年4月に 鮭駅近くから海老名南ジャンクションの間が共用され、その後2021年3月に海老名市河原の口の一部及び海老名市中野から寒川町、倉見までの一部区間が共用開始となった。神奈川県県が実施している主な事業県道409号、相模グリーンライン自転車道、自転車道、ついに倉見へ、町境から北側700メートル分完成。 タウンニュース寒川版2020年4月、ありがとうございます。